総務省九州総合通信局に初めてとなる女性の局長が就任し、抱負を語りました。総務省九州総合通信局の新しい局長に就任したのは、中西悦子氏57歳です。中西局長は北海道札幌市出身で、1992年に旧郵政省に入省、通信企画課長などを歴任したほか、デジタル分野における災害復旧などに取り組んできました。九州総合通信局の局長に女性が就任するのは初めてということです。中西局長は今年度、地域のデジタル基盤の整備や防災や減災のため、ICT、情報通信技術の活用を推進したいなどと抱負を述べました。